あの鐘を覚えてる。幼い頃のあなたを塔に登らせないようにするのは一苦労だった。何かと理由をつけては鐘を鳴らそうとしていたものね。紐を切ってしまおうかとも思った。知らなかったでしょ。もうたくさんだ。ドラキュラを倒すぞ。親玉を潰せば新種ヴァンパイアも一掃できる。でも奴の居場所すらわからない。まあどこにいるかわからなくなくもない。何が言いたい。いや俺ちゃんは知らない。2016年から台本読んでないからさ、ずっとアドリブで繋いでる。いくら黙れって言われても。居場所も知らないなら黙ってろ。ほらな、まただだからさ、俺ちゃん自身は D 親分と騎馬軍団の居場所を知らないけど、お前の雇い主ならあるだろう。雇ってくれる。お前を？なぜ？ドクターモービウスによるとヘマリスクは微量のガンマ反応を出してる。そこでセントラルの衛星データと付き合わせて濃度を調べてみた。それとシンは民間機に乗らないだろうと予想した。お高く止まってるからな。シールドにはプライベート機のデータがある。奴がニューヨークに現れた頃の記録からヒドラと関係ありそうなフライトの出発地点をたどってみた。さらに例の太陽光結星は要するに魔法の瓶詰めだろ。だからミラーテーブルで反応を拾えると思ったな。どこかに出荷したなら本拠地に決まってる。以上の場所を地図上に表示して重なる点を見てみると、ドラキュラはここにいる。多分シンもな。記者をなめるなよ。素晴らしいわ。さあ早く行きましょう。今夜の天気は？予報では快晴。後ろのは好きに食え。それじゃ足りねえし。デッドプール、モービウス、橋を渡ってきた奴らは構わず。お口は閉じてとにかく撃てだろ。患者がお呼びだ。往診に行くか。立派なお城だ。昔からあるのに誰も知らなかったなんて変だよな。そもそもトランシルバニア自体知られてないからな。ペンシルバニアと同じくらい。ブレイドの言う通りだろう。思うべきなのかもな。長くは。やったんじゃないか。
ぐに片付けて。すごいことをするもんだ。変更なしのようだな。面白いことをするな。俺に気があるんだろうな。私の前に姿を現す。いつの日かここに来る気がしてた。私は逆だ。ドラキュラの根城など想像もしていない。デイウォーカーやリビングヴァンパイアとドラキュラの城に乗り込むなんて、あー、なんてクロスオーバーだ。誰かさんは楽しそうで何より。恐怖の匂いだ。まだやる気満々じゃないか。その口でマザーにキスしたのか。
今のはフルパワーか？それ以上よ。ベノム、ストーム、来い。モービウス、デッドプール、時間を稼げ。何のために？わかった、吸血パパのブラちゃんと墓場でイチャイチャか。別れ話だ、修羅場になるぞ。お遊びはもう終わりよ。今度はお前が俺たちのおもちゃだ。大した自信で惨めに倒れようと言い訳はするなよ。言ってろ、楽しませてもらう。ままできするな。ちょうどいいところに。着いたらマザーによろしく伝えてくれ。俺たちの番だ。初めて見たな。自業自得だ。仲間のためだもん。今度やり方を教えてくれ。
当の力を見せてあげる。電気は嫌いだ。危険すぎる。準備はいい。現実を受け入れる。我々にとっては上こそ力だ。もうその貴様に上があるな。私はそれに刷け口を与えただけだ。上ならお前で満たしてやるさ。やめた。ボス戦に出遅れちまう。この先待ち受ける者に耐えられるとでも。なんとかするさ。ああ、一足遅かったな。いや、構わない。それよりも私は対局を見ている。新種のヴァンパイアが滅びた。悪い飯はおしまいか。まあパンケーキなら。早いとこ行きましょう。青い穴を見るのがこんなに嬉しいとはな。
ロナンジアキューザーと会った時以来か。ムフフ。奴が死んだと思うか。怪しいが、そう願おう。器ではなかったな。同じ過ちはもう二度と繰り返さない。